19世紀セルビアのハイドゥク、ベリコ・ペトロビッチハイドゥク、または、ハイドゥクは、バルカン半島での無法者、追いはぎ、または自由の闘士の総称。以下の文では、ハイドゥクの名称で統一する。バルカン半島の民族伝承において、ハイドゥクは、オスマン帝国支配に対する戦いにおいて、戦士を率いたり、迫害者トルコから略奪を働くなど、 ロマン主義的英雄像となっている。彼らは、裕福なものから奪って貧者に分け与え、不当な権力者に対して、ゲリラ戦を展開したイングランド伝説の義族、ロビンフッドと比較される。17世紀から19世紀までの実在の廃徳、たちは、徒党を組んで、オスマン帝国支配に抵抗するゲリラ戦士もいたが、 単なる野党も少なくなく、トルコだけでなく自分たちの地元の議員、商人、旅行者をも標的にした。すなわちハイドゥクという名称はあらゆる立場の盗賊を意味し、否定的な意味も持っていた。ハイドゥクは、各国の言葉で以下のように表される。ハイドゥクという言葉の語源は明らかでない。一説によると、ハイドゥクはトルコ語のヘイダック、またはヘイディックから来ており、 元々はオスマン帝国でハンガリー王国の不評を指したものだったという。別の説ではハンガリー語のハジット、またはハッジドから生じたと指摘している。実際はこれらの2説は互いに矛盾しているとは言えない。バルカンでの言葉がトルコ語のヘイダック、またはヘイディックから生じている一方、そのトルコ語の単語は元々ハンガリー語からの借用で、 ハンガリー・トルコ国境を警備していた、ハンガリー人傭兵を指していたと信じられている。三族団の同じ高等伝承を持つクロアチア系の一族は、ハイドゥクから生じたヒデクという性を使う。現在、ハンガリー系の一部の一族は、ハイドゥという性を持つものがある。また、ギリシャでは、クレフテスと呼ばれているが、活動内容等は全く同一である。 かつてのハイドゥーシャーグである、ハンガリー王国時代のハイドゥー県の1604年から1606年、ビハール領主ボチュカイ・シュトバーンは、ハプスブルク家の皇帝に対して、謀反を起こした。帝国軍が最近トランシルバニアを占領し、恐怖政治を強いたからであった。ボチュカイ軍の大部分は、濃度から構成されていた。戦争から逃れてきたり、ハプスブルク家が、 カトリック改修を強制したためであったり、帝国軍から除隊されてきたりしていた。これらの大ざく実りたちは、ハンガリー語に関連した言葉ハイドゥクとして知られていた。彼らは、勇猛さで名高くなり、墓地会は彼らの領主の裁判権から、ハイドゥクを解放し、土地を授けた。そしてハイドゥクたちの私有財産権と、個人的な自由を保障した。解放されたハイドゥクは、 ハンガリーの封建社会の中に、新たな戦士書量を構成した。移住者の多くがこの時に生じ、設備人ヘイデューのついた、ハジジュベゴズ、ハイドビソルマニア、ハイドドオーラグ、ハイドハダーズ、ハイデューナニッシュ、ハイドシャンション、ヒデューシュボースロ、ハジジュソバット、ハジジュビッドなどの性を今も持っている。そして、地域全体を、ハイドゥシャーグと呼んだ。 ポーランドの貴族騎士の両側を歩くハイドゥク。ハイドゥクという言葉は16世紀終盤にハンガリーからポーランド語へ取り入れられた。はじめ、それは不評を意味する口語であり、ハンガリーやバルカントルコに触発されたものであった。ハイドゥク不評は1570年代から1630年代までのポーランド王国の不評力の中枢を担っていた。 この時代に一風変わっていたが、ポーランドリトアニア共和国のハイドゥクたちは、典型的な、早う色の羊毛の生地、赤いカラーとカフスのついた制服を着ていた。彼らの主力の武器は、小さな光景の銃といった、消火器で、ひなわ銃であった。接近戦用に、彼らは、重くて、多様なサーベルを運び、敵のパイクや、ポールウェポンの先端を切り落とすことができた。 一般の考えとは違い、小さな斧を彼らは常に、ベルト下に下げていた。この斧は戦闘用ではなくむしろ木を切るためであった。17世紀半ば、ハイドク風の不評の服装は、ポーランドリトアニアは概ね廃れていった。西ヨーロッパ風のマスケット銃にとって変わられたのである。しかし、ポーランドリトアニア共和国のヘトマンや司令官たちは、今や、 稀にしか野戦に廃墳たちを使わなくなったというのに、18世紀になっても過去に逆戻りしたかのように、自身のボディガードとして、揃いの制服を着せた廃墳たちを保持し続けた。これらの過去のボディガードを模倣して、18世紀に裕福な貴族たちは、地元民の召使いを、廃墳と呼び、揃いの制服を着せて雇っていたことがあった。そのために、 ハイドゥクという言葉の意味が、現代ポーランド語、リトアニア語、ベラルーシ語と、ウクライナ語で、一般的に知られるようになったのである。クロアチアのプロサッカークラブ、HNK ハイドゥクスプリト、セルビアのプロサッカークラブ FK ハイドゥククラ、FK ハイドゥクベオグラード、FK ハイドゥクベリコがある。ルーマニアの音楽バンドタラフでハイドクス、ポップミュージックプロジェクトハイドチーは、 すべてハイドゥクにちなんだ名称である。アメリカのサッカー選手、フランキー・ヘイドゥクとアイスホッケー選手ミラン・ヘイドゥクも同様にハイドゥクから派生した性を持つ。ハイドゥチという言葉は、ルーマニアで1947年から1959年まで、反共産主義レジスタンス運動のグループで、ソビエト連邦によるルーマニア占領とその後の共産主義体制に、 反対していたハイドゥチームスチェルルイの名に用いられた。モルドバ出身のルーマニアの音楽グループオーゾーンのヒット曲、恋のマイアヒの導入部の歌詞は、もしもし、やあ、僕だよ、ハイドゥクとなっている。1970年代初頭、今や古典的な社会学研究所となった素朴な反逆者たちと山賊たちが歴史家、エリック・ホブズ・ボームによって出版された後、 ハイドゥクは西洋の社会人類学文学に登場し始めた。ホブスボームはハイドゥクという言葉をならずものを意味する社会的産族と考案した。彼らは権力者と戦い、一般市民を時には助け、人里離れた社会の外れで影響を及ぼす。常にハイドゥク自らの地位は流動的であり、ギリシャ人歴史家。 ジョン・コリオ・プーロスが記したクレフテスの研究、大義ある無法者によると、山賊は時に立場を変え、平和を保ち山賊を弾圧する権力者の側に立ったり、その逆の立場に立ったりするとしている。1980年代初頭より、ハイドゥク、クレフテス、野党、山賊、ならず者、反逆者、海賊の物語を順序立てて述べる社会学研究が、 世界各国で始まった。医療ボイボダ19世紀トランシルバニアのハイドゥク、アブラムヤンク。ありがとうございます。